非常にこうメンバーも良かったですし、うん、私の後ろにいてくれたんです。私の後ろにいてくれたんです。車っていてくれたんじゃなくて、一番後ろになったんだ。残り1周ぐらいですね。そう、いてくれたんじゃないですよ。立ち遅れ、すごいっすね。ペースも本当に残り1周ぐらいすごいですね。ホームで死んだと思います。あとはその梅川さんが仕掛けてるのも見えてます、ね、なんかあんまりよくない、うん、本当は葵ちゃんがフーコの後ろだったらそのままついてきたかったんですけど、うんうん、まあ最後はなんとか外を踏み込んで、はい、うん、まあやっぱりそのレベルが高いレースになるだろうというところで本当に難しいレースになりました。いやもうどこもきついですけどね、うん、7番車でしたしね、うん、ちょっとでも7番手でも1着だったんですけど、うん、確かにこう初手からみんなこう位置取りを気にするようなすごい心理戦っていうんですかね、うん、感じもありましたけど、やっぱりあれを1着勝ち切れたのは、うん、まあ、前場所なんかそうです。やっぱり調子がすごく戻ってる、戻ってます、はい、うん、やっとその実感として自分でもこの1着は結構大きい気がします、うん、はい、松山はちょっと運動かなっていう感じで、うん、良かったのかなっていう思いもあったんですけど、うん、なんかはっきりといいと思いましたね、うん、今回、はい、本当にいいタイミングでこう戻ってきたんだなっていう、うん、あ、そうですね、あと半年グランプリに向けて目指せる期間があるので、うん、全然まだあの順位以内にも入ってないんですけど、うん、まだ間に合うかなと思ってます。確かにこのレースとあとはドリームレースも来月あると思うと、そうなんですね、それも力になった。実際やっぱりちょっと投票期間中とかあまり成績が、そうですね、うん、だからすごい、いやお母さんにもう今5位に入ってるよみたいな、ね、言われて、うん、わーとか言って、うん、また喜んで、まあ、去年もそんな感じだったんですけど、うん、びっくりの3位だったんで、うん、はい、いや本当にそれは大きな力になるわけですもんね。そうですね、はい、うん、より良いところというかファンにお返しする、はい、うん、いい一着だったでしょうし、まあ、明日明後日本当大事でしょうね。大事ですよ、ね、うん、じゃあまた緊張するでしょうけどしっかり、うん、また胃が痛くじゃあ休むところしっかり休んで、そうですね、はい、また明日頑張って、リラックスして、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。